この皆既月食は太陽と地球と月が一直線に並んだ時に起きる現象で、地球の影の中に月がすっぽりと入る珍しい現象となり、今回は日本から見ることができます。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこチャンネル始まります。さて11月8日はお牛座の満月がやってきます。この日のお誕生日の皆様、11月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、11月の大金運ウィークの3日目なんですけど、昨日に引き続き変化のパワーが強い日になりますけれども、大金運でも今日は金運の大変革になるので、大きくエネルギーが変わってパワーが強い日になりますから、みんなで楽しんでいきましょう。という今回はですね、満月が地球の影に隠れる皆既月食になりますけれども、今年の最大級の天体ショーが見られます。で、皆既月食が国内で見られるのは2021年5月以来約1年半ぶりの皆既月食になりますけれども、この皆既月食は太陽と地球と月が一直線に並んだ時に起きる現象で、地球の影の中に月がすっぽりと入る珍しい現象となり、今回は日本から見ることができます。で、皆既月食と惑星食を同時に日本で観測できるのはなんと1580年7月以来の442年ぶりになるんですね。月は午後6時9分から欠け始めて、7時16分から8時42分まで皆既食になります。で、その後欠けた状態が徐々に少なくなって、9時49分に満月に戻るそうです。で、一方で天王星は東京では皆既食中の午後8時41分、札幌は49分、沖縄は午後8時13分に月に隠れて部分食になった9時22分、札幌は47分、沖縄は8時54分ごろ再び姿を現します。で、皆既食で月が暗くなるため、肉眼でも通常より見やすくなるそうなんですけれども、はっきり観察するためには双眼鏡や望遠鏡が必要なんだそうです。で、次回皆既月食は3年後の2025年9月で、日本でこの2つ、皆既月食と天王星食が同時に起こることは4000年以上なく、日本で皆既月食に惑星食が起こるのは2344年の7月で、322年後の土星食となるので、超レアなので見逃せないですよね。で、このおうし座の満月は皆既月食と天王星食が重なる非常に珍しい満月で、強力な金運の大変革が起こりやすいおうし座の満月になります。そしてこの日の満月は、まあ、月食なので運を払いのけるパワーが強まります。だからマイナスなエネルギーや不運の原因となることを手放していきましょう。今不運が起こっていても大丈夫です。今回の満月は不運を払いのけるぐらいのパワーを持っているので、手放しをしっかりできると大変革が起こりますからね。それでは最初に11月8日のお牛座の満月にやったらいいことなんですけど、この日の20時2分からお牛座の満月のエネルギーが流れ始めますけれども、だいたい2日前くらいからこのエネルギーは流れています。だからとっても眠いしね、ネガティブになる、ネガティブなことが起こる、悲しくなったり心が苦しくなったり、ざわついたり心も体も不安定になっている人も多くなってきます。で、今回は特に強いパワーを放っていますから、こういうことが多く起こってるかもしれないです。いつもね、これはお伝えしているんですけど、こういうことが起こったらお水を飲んでお休みしてくださいね。で、こういうことが起こるっていうのは、この月のパワーをしっかり浴びているということですからね。で、おうし座の満月なんですけれども、おうし座にはお金、所有、物質的快適さ、自分の存在価値、信頼、官能的喜び、満足、忍耐強さの意味がありますが、この意味も取り入れながら、今回の満月のテーマはお金の不安をかき出すこと。
お金がなくなったらどうしようとか、お給料が減ったらどうしようというようなお金にまつわる不安をいつも考えていると、不安感が大きくなって精神的にも疲れてしまったり、不安をいつも抱えたままだと不安がまた不安を呼んで、お金に対する不安な出来事を引き寄せてしまうことがあるんです。で、大体ね、お金の不安の9割は幻だったりしますしね。一回その不安を視覚化して書いてみましょう。本当にお金がないのかな、などね、その不安を疑ってみることも大事です。そういうことを徹底的にウィッシュデトックスノートに書いて、しっかり手放してね。しっかりとお金の不安に向き合うことで、不安感をそのままにしないで、一旦きちんと自分で受け止めることで、お金の不安を手放していくことができるんです。で、この日は月食の満月ですから、そのお金の不安に向き合う力や運を跳ねのけるようなパワーがあります。そこからお金でも何でもあるっていう方向に目を向けることも大事ですからね。この日は手放していくと大変革が起こる時でもあるので、お金の不安、もちろんお金の不安がない方は、お金にまつわる手放したいことや他の不安でも大丈夫です。次の新月までに手放せるものは手放していって、お金の金運大変革を起こしちゃいましょう。その時に必ずありがとうと言って感謝して手放す。妨げになったものも私たちの学びの一つですからね。しっかりと手放すことを見つめてから、それから自分の未来に対しての予祝もしちゃいましょう。これこそが手放し予祝です。手放して、こんな自分になったとイメージしてお祝いしてね。手放しできて未来の私に乾杯。みんなでやろうね。では、そんな月食の牡牛座満月に新しいパワーが降り注ぐように、今回はやったらいい勘アクションを6つお伝えしますが、最初の4つはこの日にやったらいい定番の勘アクションで、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。で、満月の定番の勘アクションの1つ目として、私は満月の儀式としてやっていますけれども、それは満月に合わせて月光浴もぜひしてみてください。お財布やパワーストーンなど、ちょっとパワーを復活させたい時もいいです。で、満月のエネルギーが流れているだいたい2日間ぐらい、雨や曇りでもエネルギーは落ちないから大丈夫です。ベランダに少しかざしてもいいし、窓辺に置いてもいいです。ただ飛ばされないようにだけ気をつけてください。で、満月って復活のパワーもあるので、復縁したいっていう願いもいいですね。あとは月光浴した水を飲むのもとってもいいです。今回の満月も徹底的な浄化がおすすめですからね。お香を焚いたり、キャンドルを焚いたり、塩風呂に入ったりするといいですからね。そしてこの日にやったらいい定番の勘アクション2つ目は勘インフード。最初に金アップフードは山芋。山芋は粘りが強くて、粘り強く金を上げてくれる効果があります。また山芋は栄養価が高いので、体に取り入れることで健康運も上げてくれて、それが金を上げる力にもつながります。そして強運アップフードは鮭。鮭は大きな海を泳ぎながらたくさんのエネルギーを吸収して育っているので、食べることで体の中に自然の恵みを蓄えられ、強運体質になっていくことができます。ちょうど秋は鮭が旬の時期でもあるので、旬の食材としてもモチベーションアップさせてくれますからね。そしてラブンアップフードはリンゴ。リンゴには真実の愛という意味があって、そしてリンゴの赤は情熱の色です。相手が自分にとって必要な人かを見極める力や、丸い形をしているのでパートナーとの関係を円滑にしてくれます。熱々のアップルパイを2人で美味しく食べるのもいいですね。そして3つ目の勘アクションは、開運日には欠かせない定番の金アップ掃除。で、この日はキッチンの扉やレンジ、そして冷蔵庫の扉の掃除をすると金アップです。キッチンの扉や冷蔵庫の扉に手垢や汚れがついていると金運ダウンにつながります。家の中を滞りなく幸運が流れていくように、扉をきれいにしていくのは大事なことなんですね。なので、いい気がキッチンにも舞い込むように、キッチンの扉の表面をきれいに拭くと、お金の運気を左右するキッチンにいい運気が入ってきやすくなるんです。また扉に何か貼っていたりすると気が通りにくくなってしまうので、
剥がせるものであれば剥がしておくのもおすすめです。そして冷蔵庫の扉も幸運の入り口なので、冷蔵庫の扉にもメモやレシピを貼っていると幸運が入ってこなくなってしまいます。幸運の入り口を塞がないようにしましょう。手垢や汚れをきれいに落として幸運や機運が入ってきやすくしましょうね。さらにレンジもきれいにしておくと、この日は機運アップです。あと汚れたままでは機運も下がるし、健康面でも影響が出てしまいますから、一緒にレンジの扉、内側も外側もきれいにしてみてくださいね。そしてこの日にやったらいい4つ目の定番の開運アクションは神社参拝。この日は満月でエネルギーの高い日なので、神社参拝でパワーを吸収してみましょう。で、新月満月も神社参拝はとってもよくってですね、月読み神社や満月祭を行っている神社もあるので、足を運んでみるのもいいです。その他、自分の住んでいる地域の氏神様や産砂様はいつも家族みんなが健康で過ごせていることや感謝を伝えるといいです。で、この日に立てた満月の予祝を神様の前で宣言する。今回のテーマでもあるお金の不安を手放していくために、自分ができることを宣言して神様のサポートを得ていきましょうね。そしてこの日にやるといい5つ目の開運アクションは首のお手入れ、首のマッサージをする。で、この日は首のお手入れやマッサージをすると運気アップなんです。首ってスピリチュアルな視点でもとっても大切な場所なんですね。なぜかというと、頭でいろいろと考えて意識している部分と無意識に活動している体をつないでいる場所だからなんです。頭の中では新しいことをしたいなと考えていても、体はいつもの癖で同じ習慣をしてしまいます。早くあれをやらないとと頭では分かっていても体が動かないっていうのも、意識と無意識が一致していないってことなんですね。なので、一致していないと首に痛みが出たり凝り固まったりしてしまいます。またチャクラで首を見ると、首は第五チャクラに当たるんですけれども、自分自身を生きることや自分を表現する能力とも深く関係するチャクラです。なので、自分のことを思いっきり表現できていない時や自分の望む生き方ができていないと首が固まってしまうっていうこともあります。なので、首を温めたり首をマッサージして血の巡りを良くして気の滞りを流していきましょう。首の気の巡りが良くなると、自分が本当にやりたいことや自分の本当の欲求、ありのままに自分を表現しようというエネルギーが湧いてきます。それに、お金がないことを首が回らないと言われるように、首をマッサージしたりケアしたりすることでお金の流れが変わってきますからね。そしてこの日にやるといい6つ目の開運アクションは植物を見に行く。この日のラッキースポットは植物を見れる場所です。まあ、ガーデニングするのもいいですね。植物には人を無償の愛で癒して場のエネルギーを浄化してくれるパワーがあります。元気に育っている植物には生命力と大地のエネルギーが宿っているので、植物を見ることでそのパワーを分けてもらうことができるんです。またこの日は見に行く以外でも自分でガーデニングをするのにもとってもおすすめです。で、ガーデニングで土に触れることで直接大地のエネルギーを吸収することができてね、また愛情をかけて植物を育てるというのは癒しや心の安定、そして愛する力を育んでくれるんです。それプラス自分の波動が整って運気をぐんと上げてくれますし、金運大変革の自分を支えてくれますからね。ということで、この満月の日はいろいろなパワーが強まる日ですけれども、特に月食は運を払いのけるパワーが強くなって大変革の日なので、ネガティブなエネルギーや運気を下げるようなことを手放して運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、幸せやお金がどんどん巡ってきます。なので、自分の心地よさを意識して大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それでは、この満月にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてくださいね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いところに書いたら早く引き寄せますからね。嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、
体験談をお伝えしたいと思います。満月のこの日に臨時収入40万円が入ってきました。これからもアドバイスを一つずつでもコツコツ実践していきますという方、神社参拝をして帰った母から10万円の臨時収入のお知らせが郵便受けに届いてたと、もうびっくりです。予祝通りに叶った方、先日転職先決まりまして明日から働くことになりました。予祝大事だなと実感した方、ずっと新月に願いを書いて予祝していたことがついに叶った方、新月や満月に願いを書き続け開運書を楽しんでたら、とてもとても難しいと言われ続けていた娘の大学受験第一志望に合格しました。こんな奇跡本当に起きるのですねっていう方、おめでとうございます。やっぱりこういう報告は嬉しいよね。一つお願いがあります。体験談と予祝がわからなくなってしまって、予祝の時は予祝と書いてくださると大変嬉しいです。それではこのコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。いつもコメント楽しみに読んでます。今日はこういうコメントを見つけましたので、ちょっとお話ししたいなと思ってます。今日願い事の一つが叶いました。本当に嬉しいです。のりこチャンネルに感謝です。ありがとうございます。今年中にやり遂げたいことは歯の治療です。先月から通い始め、少し時間がかかりますと言われましたが、頑張って通って年内には終わらせたいです。ありがとうございます。そしておめでとうございます。願いが叶う時ってめちゃくちゃ嬉しいですよね。叶えられる自分というものが潜在意識に入ると、どんどん叶えられる力が増すので、これからどんどん叶えてください。歯の治療もね、ぜひ頑張っていただきたいなと思うんですが、この11月8日はいい歯の日なので、ちょっと私の話をしたいと思います。でそれはね、ちょっと私が過去に本当にやってよかったと思った一つに歯の矯正があるんですよ。で数年前に上の歯だけやったんですけど、これはもっと早くやっておけばよかったと思ったくらい良かったんですね。で私の矯正はマウスピースだけで矯正していくインビザラインっていう名前の矯正なんですけど、痛いっていうのはねあんまりなくって、最初は違和感はすごいあるんですけど、無理なく治療が終わった感覚なんですよ。もしこのいい歯の日に歯の矯正を考えている方はおすすめしたいと思います。じゃあね。